はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。なんかバッグ違うでしょう。これね、郡山の、ね、ホテルなんですよ。でね、光の調整がね、なんかね、どうもね、うまくといかない、いかなくて、なんか白黒みたいになってるでしょ。まあでも、すいません、勘弁してください。これ以上ね、私の力ではいかんともしがたい状態でございまして、ただいまですね、2020年3月23日22時夜ですね。もうちょっとね、さっきあげようかと思ったんですけど時間がなかったもんですから、お食事会終わって帰ってきました。なんかあの美味しいものと、たくさんのどうでしょうね、若い方々とお会いして、いろんな話をしてきたんですけど、まあそれはええとして、日経平均のね、23日プラス334円という結果になってまして、まあ、下がるかなと思ったんですけど、上がりましたね。うん、これええことやと思いますよ。むちゃくちゃええことやと思いますよ。で、何で上がったのかよう分かりません。何で上がったのかよう分かりませんけども、ドル円はですね、110円。今53銭ですかね。一斉に皆さんドルを買ってますからね。円もドルに対して下がり気味ということで、まあ、この流れはいずれ変わると思いますけどね。で、原油 WTI 原油先物で今23ドル27セントになってまして、まあ、これはね、一旦20ドルを切るぐらいまで下がったんでしょうね。で、戻してるという状態で、これはやばいと思う。やばいって言ったらあかんですかね。20ドルを切るところまで行くのではないかなというふうに私は見ています。でこれは根本的にね、サウジアラビアとロシアの喧嘩が収まらん限りにおいては、こう20ドル台前半もしくは10ドル台後半というとんでもない水準を低迷し続けるというふうに私は見ております。そもそも需要というのがですね、この一連の騒ぎでですね、かなり危うくなっているところにですね、加えて、サウジとロシアのですね、協調がうまくいかなかったというところから来ているもんであって、基本構造が弱いというふうに私は見ております。今日はね、なぜか上海総合が下がりましたね。マイナス 85.45 3.11% って。まあ上海総合っていうのは基本的に、中国政府が管理しているというふうに僕は理解してるんですけども、まあ、そのぐらいに業産下がったやんという結果でございまして、まあ、抑えきれんかったんかなという気はいたします。で、始まりましたヨーロッパ FTSE100 ですか、マイナス 92.58 って、まあまあ普通に下がってますね。東京が上がったのになんで下がってんねんということがあるかと思いますけど、日本は今先進国で一番穏やかでございまして、ヨーロッパはですね、まあ、一番こう騒がしいと言っていいんだと思いますね。イギリスもそうです。で、ニューヨークはまだ始まってませんね。まだ10時に、そうですね、10時半ぐらいですから、22時17分です、今。始まってないんでね、分かりませんけど、多分先物はね、先物上げてるやん。先物上げてますよ、プラス282。いや、上げてくれるんやったらね、言うことないですよ。東京に引き続いてね、ニューヨークもこう416って、まあそのものすごい上げではないですけど、まあ上げですよね。上げが出てるっていうのはもうそれは素晴らしいことで、もう落ち着いてくれたらいいのにと。でも全然信用してませんけど、私は。で、ドルウォン。ドルウォンですね。ドルウォンは今 1263.85 ということで、今日はですね、一旦、どこまで行ったかな、1282ぐらいまで行ったらしいですね。これは例の為替スワップ600億ドルの影響がこう剥がれきつつある状況かなというふうに思います。これが剥がれてしまうとまだややこしいですけど、この今の相場を見てる時代ね、その600億ドルの為替スワップというものは
もう半分とか言いますか、3分の1ぐらい折り込んでるんちゃうのという感じがします。それで、まあ、上海下がりましたけども、他のアジアってもう、まあ、なんかもう真っ赤っかですね。ニュージーランド 7.59%、オーストラリア 5.62%、台湾 3.73%、シンガポール 7.35% ってもうかなりの下がりです。で、コスピ、もう 5.34% と。まあちょっと上げすぎましたからね、先週末に。なんで、まあこれくらいは下がるだろうなという折り込み済みのところではあります。で、まあ、今フランス、ドイツ始まってるんですか、イギリスも始まりましたけど、まあまあ弱いんですけど、まあ言うほどではないですね。言うほどではない。で、どないなんでっていう話ですけども、私が思ったよりかは、おとなしい始まり方です。非常におとなしい。もっとこん、なんなんのかなと思ったら、市場は意外に冷静。錯覚の言う通りならへんにゃんって。もうその通りでございまして、でもそれは望ましいことです。非常に望ましいことです。僕は思ってるほど皆さんね、愚かしくなかったということでございますから、非常に悪くないという展開だと思います。それでね、今後どうなるのという話ですけど、もうこのまま行ってくれたら以後ないですよ。はっきり言うて。こんなね、日経が334円も上がってね、ニューヨークもね、でも下がらへんかったと。今、先物230上がってますけど、このまんまね、下がらへんかったという状況で終わってくれれば、こんなに望ましいことはない。と思いますが、それはないだろうなと。まあ、どこかでね、今週はね、僕ね、ある程度山やと思ってるんでね、今週大きな動きが出るんだろうなと。でも今のところその兆候は何もないですよ。日経の先物もね、なん大したもないですよ。まあ、プラス572とかやってますよね、CME の円建ては。でも、昨日のニューヨークから今日のニューヨークを見ると当てにならんなと、先物はね。取引がね、そんな大きくないですからね。ただ今週はね、そんなにたやすく済ませてくれるという感じは全然していないんですよ。で、ただ今週がね、うまく終わったりしたら、これは見えてくるのかなという気はしています。根拠は何やねんって言われたら何もないですけどね、ただの勘です。ただの勘。現在ね、世界のこう混乱の、まあ、頂点に立ってるんではないかなと思うね、今がね。今がピークではないかと。もちろん日本のピークはもうとっくに終わってますよ。今後分かりませんけどね、第2があるっていう。中国は第2があるというふうに言われていますし、僕もそう考えています。だからその中国の第2がどんだけのもんやねんという世界なんですけども、そのどんだけのもんがこんだけのもんやって分かったら、もうそれはもう分かりやすいピークですね。まあそういうことも考えるとね、非常にこう望ましいスタートではあったけども、なんかものすごくビクビクしますね、まだなんか隠してんちゃうの、もっと大きな動きやるんちゃうのというふうに思います。で、金が言うてるように1万6000円台とかね、1万5000円台ってのはこれは買い場やと思う、私思ってるんですよ。なので今日もまだ1万5000円は覗いてないですけど、1万5000円とか覗いたらもう買いに行ってもええんちゃうんかなとは思います。ただし、ちょっとしたギャンブルですね、それは。ちょっとしたギャンブルですけども、もうこういう時にね、もうこの先上がるとすればね、こういう時に買っておかないと、せやったなって言って、後でね、眺めて、あの時よかったやんっていう風になってしまうんですよ。だから、まあ、見極めはね、非常に難しいですし、確かな情報は何もない。特にあの大陸から聞こえてくる情報は、あんな、ほんまなみたいなことばっかりですからね。ただね、この問題は、そんなにパニクるようなものではないというふうに私は思っていますんで、皆さんが冷静になったときに相場は切り返すんですよ。だからまあ、今週1万5000円を除く場面があるかもしれません。僕はそう思っています。
そこのところでね、出動してもええんちゃうかなと。仮に1万4000枚覗いたら、もうそんなんもうね、それはね、もう行くでしょう、普通に考えたら。うん、いや、まあ行ってもいいというふうに十分に思いますよ。今原油はね、22.81 に下がりましたね。で、これね、原油が下がってるというのは、世界経済が止まりかけてるということではあるんですけども、逆に言えばね、いろんな産業において、原材料費が減るということなんで、いいこともいっぱいあるんですよ。いいこともいっぱいある。特に日本経済にとっていいこともいっぱいある。だって皆さんの払うガソリン代が安くなるわけだって、もしかして電気料金とかガス料金も安くなるわけだって、これはいいことではあるんですけど、まあ多分一時的な現象なんですね。まあ今年いっぱい続いたらええやろって、もう秋頃には変わってるかもしれんやんと。そういう現象なんですよ。だからまあそのあたりももう織り込んでいただけたらなと思います。まあ明日のね、注目はやっぱり日経平均とドルウォンでしょうね。韓国ね、持ってくれればいいんですけどね。ほんまに持ってくれればいいんですけど、もう頼むあと3ヶ月とか4ヶ月と思うんですけど、これちょっと不穏な動きですから、もう明日1300円いくようなことがあったらね、今一番危ういのがこれちゃうんかなというふうに私は思っています。明日ね、私ね、朝から、多分朝一本も上げられずに、どういうか、この郡山で、出張のお仕事を始めると思いますね。もう、まあ、いろんなことがあって、いろんなことに忙しいんです。はい。それで、また明日の夜に、どこからお伝えするか今のところ分からないですよね。もしかしたらずっとまた違うところから動画を上げるかもしれませんが、まあそれはそれで、ひとまずこれで今日のこの動画は終わりたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。